スコット・ローレン、スコット・ブルース・ローレン、スコット・ブルース・ローラン、1975年4月4日帯は、アメリカ合衆国、インディアナ州ジャスパー出身の野球選手。内野手、サン・ルイシュ、ウトウミギウチ。高校時代はバスケットボールでも活躍。いくつかの大学から小学生として入学を打診されたが、ドラフト2巡目で、フィラデルフィア・フィリーズに入団。 は AA 級レディングで開幕を迎え、5月に打率。352.7本塁が19打点を記録し、月間 MVP を受賞した。6月12日に、トリプル A 級スクラントンウィルクスバリエ昇格し45試合に出場したのを経て、8月1日にメジャーデビューを果たした。メジャー初本塁は8月21日のドジャース戦で、野ム秀デから。 しかも1試合に本塁打を記録した。9月7日のシカゴカブス戦で支球を受け骨折してしまったが、新人王受賞資格は、野手の場合、前年まで通算130打数以下でローレンは130打数だったためらいシーズンも、新人資格を持ったままシーンを終えた。は156試合に出場し、打率283.21本塁打、92打点は、 リーグ新人選手として最多新人王の投票では万票ナリーグ史上7人目で選出された。守備では三類種としてリーグ最多の459回の守備機会を記録している。よくも打率290.31本類が110打点を記録し、球団史上最年少1900年以降で100打点を記録した。一方、守備では リーグ最多の468回の守備機会と135視察を記録し、三類種として、史上三番目の若さで、球団史上マイク・シュミットがに受賞して、以来12年ぶりにゴールドグラブ賞を獲得した。は、オールスター開催まで二十9本類打を記録したが、シーズン終盤、故障のため欠場した。も五月二十四日から六月八日にかけて、故障者リスト入りとなったが、 二年ぶりにゴールドグラブ賞を受賞し、本類打は、球団史上二番目の若さで100を超えた。しかし、に就任したラリー・ボーは監督との確執があったため、7月29日にカージナルスにトレードで移籍した。カージナルス移籍後の2002年9月2から8年、総額9、0ドルの契約に合意。9月に、左ふくらはぎを痛め、2週間以上欠場したが、 開幕から2ヶ月で53打点をマークするなど、いずれも自己最高の打率。314.34本塁が124打点を記録。ジム・エドモンズやアルバート・プホルスと共に3割30本塁が110打点取りを形成。リーグチャンピオンシップシリーズ第7戦では逆転の2、ランを放つなどチームをリーグ制覇に導いが、 レッドソックスとのワールドシリーズでは十5打数0、安打と絶不調、チームも一勝も挙げられずに終わっている。は、左肩などを痛め二度の手術を経験し、オールスターも辞退するなど五十六試合出場に止まった。しかしは開幕戦で、マーグ・マグワイア、九百九十八年以来、球団史上二人目となる、満塁本塁打を放ち、チーム最多の四十八本の二塁打を記録するなどの、 活躍でカムバック賞にノミネートされた。ワールドシリーズでは19打数8安打と活躍。2004年の雪辱を果たし、自身初の世界一の美酒を味わった。タイガースのジムリーランド監督は、歴代でも最高の三塁手をカージナルスは抱えていると絶賛した。は、古傷の左肩の痛みに悩まされ、8月28日の出場を最後にシーズンを終えた。 球団、トニーラ・ルーサとの確執が原因で、1月14日、同じサンルイッシュのトロイグロースとの交換トレードで、トロントブルージェイズへ移籍した。2008年は、スプリングトレーニングで14試合の出場で打率。345を記録していたが、守備の練習中に、右手中指を骨折し、開幕を故障者リスト入りで迎え、シーズン初出場は4月25日の、 カンザスシティロイヤルズ戦となった。8月には左肩を痛め、シーズン2回目の故障者リスト入りとなった。はシーズン途中から4番に定着し、打率320を記録。故郷の近くでプレーしたいと自らトレードを志願し、2009年7月31日に、エドウィン・エンカーナシオン、ジョシュレニキー、ザック、スチュワートとの交換で、シンシナティレッツに移籍。 シーズン終了後の12月19日に2年1、300万ドルで契約延長し、1、100万ドルだったの年俸を600万ドルとし、残りの500万ドルを契約金として支払うことになった。で追跡後のローレンは40試合に出場して打率、270.3本類が24打点という成績だった。は、オールスターゲームまでに79試合に出場して、 打率290.17本類が57打点と活躍した。しかしシーズン通算では打率285.20本類が83打点という数字に止まった。しかし20本類がを記録したのは4年ぶりのことであり同じく打点が80を超えたのも4年ぶりであった。守備面では自身8度目となるゴールドグラブ賞を獲得した。また フィリーズやカージナルス在籍時に監督との不仲に陥ったことのあるローレンだったが、レッツではベーカー監督との関係が良好であり、シンガーソングライターのライアン・パーカーが祖関係を歌にした。三類主として八度のゴールドグラブ賞を誇る。ローレンより三類主としての受賞回数が多い、ブルックス・ロビンソン十六回とマイク・シュミット十回は我々よりもローレンの方が上だいっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。